車にもちゃんとテレスコまで作る時代になったんですね。で、全然素人なんでね、今の時当たり前だろ、何も知らねえんだなって責めないでくださいね。ジープラングラー、ETC カードが搬出されました。これ昔はまあみんなこんなもんだったんですけどね、こういうタイプだったんですけどね、こうこれですよ。先進装備がいろいろついてます。パワーウィンドウはここです。メディア、お、へえ、もう装備的には全く問題ないんだけど、現実的に実用性あんのかっていうところですね。止まる。へえ。あ、なんかもっとこれ曲がる方はなんかステアリングがなんか変な感じ。この辺が緩くて途中からぐわっと。まあ、直進性ホイールベースは超ショートホイールベースだろうし。こういう車のね、高速巡航なんていいわけがないだろうっていう、そういう先入観で乗ってますが、まあちょっとね、この辺結構フラフラですね。フラフラなんだけど、わざとこうやってフラフラさせなければ何の不安もなくっていうか、そんなこと気にすんなよっていう感じで走ると普通に快適。いや、海が綺麗だ。今頭の中で流れてきた曲はユーミンでした。視界は全然悪くないし、見切りもね、悪くないですね。意外と小さいんですね。室内が小さいっていう風に感じたわけではなくて、運転してて取り回しが結構いいなと。狭いところに入っていけそうな安心感のある雰囲気。加速側も減速側もすごいコントロール性が良くて、うん、印象変わりましたね。コーナリングは直進からステアリング切り込むあたりのなんていうか雰囲気っていうのは、こういう車の味として受け入れないとどうにもなんないですね。こんなタイヤを履いてたのね。ゴーっていうね。いや、ゴーよりもハンドル切ってからしばらくしないと。それがいいんですよ、これは。ね、まあそれには慣れなきゃいけないんだよね、こういう車をね。そうそう、すぐ慣れる。あ、小回り、すごい小回り。これだったらもう出れないんじゃないのみたいな感覚さえありますが、全然大丈夫。こういう車に憧れてる人たくさんいると思うんですけども、こういう車にはそれなりの苦労、覚悟、忍耐が必要だった
わけですよ、現実的に。でもこれ大丈夫だよ、全然。ちょっとサーフボード直しにゴッデスまで行ってきます。わかるかな、わかんねえかな。これ駐車も楽、ありですよ、あり。